FM ギノワンのパンドラの箱。皆さんこんばんは。始まっちゃいましたね。ひょんなことから映像制作会社 ABIC で知り合った4人のメンバーがお届けするドタバタトークバラエティー、びっくりラジオ。この放送は毎度おなじみ、私おなじみではないですがミキサーに入っております、キャプテンです。キャプテンです、はい、とバナとサンチェスの、悲しいことに今日は、3名でね、やろうどもでお送りしたいと思います。よろしくお願いします。第136回5月10日のメッセージテーマは、おつゆ。つゆとはどういう、どう違うの、めんつゆはヤマサ派、キッコーマン派。ハッピーバースデーツーユー、そういうことくだらねー。俺台本読んで泣きそうでした。俺これ言わないといけないのか。わざわざ持ってきて、これ5秒持たすって、5秒は持つ、5秒持つって、まあまあね、テーマトークだけじゃなくて、その他のメールやコメントも募集しております。7時15分頃にはスポンサー紹介、今週もお得情報や裏話が満載です。ごめんごめん。はい、7時50分頃からのエンディングでもリスナープレゼントやこの日の投稿の MVP を決めるびっくり賞など、最後までお楽しみが満載です。番組へのリクエスト、コメント、感想はメール avic@fmginowan.com avic@fmginowan.com までお願いします。またこの放送はツイキャス、ユーストリーム、サイマル放送のリッスンラジオでもお聞き、お楽しみいただけます。詳しくは FM ギノワンのホームページをご覧くださいね。この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで、小回りの利く映像プロダクション、有限会社 ABIC、 片奥解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りします。それでは ABIC ラジオスタートです。皆さんこんばんは、はい、まさかね、今年は来ないと思ってたんですけれども、梅雨がね、来ちゃいましたね。毎年に、毎年あるのかどうかちょっとわからないんですけど、梅雨なんですかこれは。カラッとしてますけど、梅雨入り宣言したらしいけど。宣言をしたんですか。はい、したよね。しました、しました、でもなんか天気予報いいですよね。なんか梅雨入り宣言して後からが晴れましたね。晴れましたね。こんなもんなんですかね。ちょっと前、今年の梅雨入りは遅いよみたいな情報があって、はい、その情報が出たら雨降って、はいはい、やっぱ梅雨入りでしたみたいになって、はい、また晴れたって、そうです、大体この年なんですか。大体そうですね。まあでも今年は4日早いそうです、平年に比べて。そんなもんですか。早いんだ、はい、6月からじゃないんですか。いや、もう5月の中旬くらいっていうか、まあ、10日前後、あれ？というのが大体梅雨入りの予測になりますね。これいつまでですか。これがですね、6月の23日が明ける予想になります。気象予報士みたいになってますけど、めっちゃ詳しいですね。沖縄って23日って特別じゃないですか。あ、慰霊の日か。慰霊の日、ちょうどその時期に明けるっていうのが結構、はい、そうだよね、有名な話ですね。いつも梅雨ね、さっきもトイレで垂らしてきましたけど、はい、お梅雨ね。お梅雨、まあちょっと下品な話になりますけど、俺これ悩みなんですよ。用を足すじゃないですか、はい、絶対めっちゃちゃんと切っても、はい、ああつーって足りるんですよね。わかります。わかります。これ僕もね、一時期悩んでたんですけど、なんすかねこれね、このおつゆは。いい方ありますよ。なんすか。ツボがあります。ツボ、出し切るツボがあります。どこっすか。ちょうど、はい、まあ、お尻の穴と、はい、この
玉の間にですね、アリの戸あたりですね。そうですね、はい、玉の袋の間に壺があるんですよ。ありますね。そこを押さえると面白いぐらいピュッて出てくる。マジなんか嫌だな。なんか嫌っすね。いやでもこれで、まあ、そういう失敗なくなりますので、まあ、つって垂れるよりはね。はい、なんだこのラジオは。梅雨の話がいきなりも、なんかね、先週ひとみんから聞いたんですけど、はい、その R がつくとかつかないとか、あ、はいはいはい、なんか話を聞いたんですけど、はい、そういう下の話が多いラジオに R がつくみたいな、はい、これ本当なんですか。ね、どういうことだ。今 R2 ぐらいですか。今はまだ大丈夫だ。まだ大丈夫ですよね。全然、下の話じゃないですか、今健康の話です。じゃ健康ですからね、これ、はい、誰もがね、経験する話なんで、はい、男性は悩んでますから。悩んでますから、みんな、はい、ちょっとこのトゥットゥってなんかあのリズムを切るおじさんとかいるじゃないですか、はいはい、そうです。俺あれは絶対やりたくないですよ。絶対嫌なんですよ、あれは。ですね。ピッピッて、はい、だから指のこのスナップだけを使って、はい、トゥトゥってやって、はい、ズボンに収めてもトゥーってくるんですよ。また来たと思いながらもズボンでパンパンしながら、はい、汚ねえなおい。すいませんね、やろうどもなんでね、はいはい、今ので R4 ぐらいかな、ね、R4 ぐらいですか。なんか前回聞いたら R15 みたいなの書いてあったらしくて。え、そうなんですか。らしいですよ、ひとみんの見間違いじゃなければ。それか皮膚症みたいになんか R15 ってずっと目に映ってるかもしれないですし、ひとみんは。そう、分からないですけど。焼きついてんだ。焼きついてるかもしれないし。 YouTube の方ですかね。ですかね、なんて言ってました。ツイキャスじゃなかったっけ。ツイキャスかな、うん、コメントにちょっとそういう言葉が入ってくると、はい、どうのみたいな。へぇ、そういうのを調べる会社があるんじゃないですかね、多分。まあ一応ですね、まあ、はい、この曲自体がそういう指定を受けてる可能性はないとは言えないです。僕的にはこういうコメントにさ、はいはい、NG ワードとかないの。あー、なるほど。もろな言葉ワードとか。最近なんかツイッターとかもちょっと厳しくなってますからね、はい、うーん、なってんだ今。なんかいろいろ、まあ、事件とかがツイッターの方は多いらしくて、はいはい、結構規制っていうのがどんどん入ってきてるようですよ、うんうん、まあ、R99 まで俺頑張ろうかなと思ってるんですけど、誰一人聞けない。誰一人ね。まあいろいろコメント来てますけれども、はい、シュプリームさん、こんばんは。渋谷109で4時間以上買い物している嫁を待ちながら目の前を通り過ぎていくギャルを眺めています。今夜は久しぶりぶりの男祭りだね、わっしょいスペシャル、うん、いいな、お嫁さん待ちながらギャルをね。気軽に渋谷に行けるのがいいですよね。いいですね。そうだね、いいな、うん、気軽にこっちなんてね、なんもないですからね、うん、なんすか、うん、気軽にチャタンでも行くんすか。そんな感じかな。いいな、渋谷行きたいな。ギャルっていうギャルいないですからね、沖縄に。いるんすか。なあはいるかも。そこら辺は歩いてないですよね、絶対、うんうん、でも最近いないですよね、うん、なんかいないですよね、うん。僕7世代はいっぱいいたじゃないですか、うん、ルーズソックス、うん、はいはいはい。そういうギャルってことなんですかね。色黒ギャルとかもいるんですかね。今ちょっと今間が空いたから、間が空いた瞬間醤油を触ろうとしてるっていうのがちょっと、そういうこと理解できないんですけど。これ大丈夫っすか。醤油ちょっと間作ってみます、わざと。わざと作ってみます。どういう対応するのか、うん、いっぱいあるから大丈夫。まあ、あと2、3分これ喋らないですよ。こら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 、コカ・コーラ。はい、ありがとうございます。という怖えぞ。あと2つぐらいチラチラ見えるんですけど。怖いなこれ。なんかシュプリームさんが、ひとみんがいないならもっと早く予約入れておいたらよかった。予約番組視聴予約ってことかな、かな、うん、ひとみんはどうしたんだろうね、うん、何の日かな今日は、うん、あの日かな。あの日、どの日。あの日ね、うん、女の子の日かな。あ、セクハララジオかこれは。なんだおいこれ。怖えな。怖い怖い。はっちゃんとほうみさん、こんばんは。わ、いらっしゃいませ。はい、雨男レイニーさん、 R いくつとかより、うん、初老の話題では。初老なのか俺。嘘でしょ。キレ確かに悪くなってる。マジっすか、うん、俺の年で初老だったら5、60代の人は長老なの。そうそうそう、怖えな、うん、これで初老になるんだ、うん、間を作りますよ。体質ですよね。どうぞ。あ、すいません。今何を手に持ったんですか。ソース。ソース。ソースだよ。全然意味が分かんない。そうだよそうだよ、ソースだよ。そうっすねみたいな。そうっす。あ、そうっすねってことで、ソースを今手に持ってるってことですね、はい、これは買ってきたんですか、わざわざ。買ってきたよ。新品ですよ。合計20秒ぐらいしか持たないのに400円を使うっていう。いけるいける、まだまだいける。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、梅雨って話題なんですけれども、うん、
皆さん何をしてるんですかね、梅雨時期は。外出られないもんね。外で遊ぶ僕にとってはですね、はい、一番大敵な時期なんですよね。それで、まあ、室内の趣味を増やしました。ああ、なるほど。なるほどね。うん、家で DJ したり、そうです、そうです。トイレで DJ したり、そうです、そうです。風呂場で DJ したり、そうです、そうです。DJ オンリーやね。DJ オンリー。コカ・コーラ今のは違うな。今のは違うな。今のは、そうっすねーの方が。ねえねえ、そうそうっすよね、今のはね。そうっすねーの方が。怖えな、バラさん。ちょっと今試してるんだけど、ちょっとなんか怖いんだよな。怖いよ、本当に。怖いな。一人だったら大事故だったよ。一人だったらじゃあこれを1時間だから何回繰り返すか。恐ろしいラジオになるよ。そうそうそう、聞いてる人何もわからないからね。怖っ、うん、梅雨時期は何してるかな。まあ、大体家にいますよね、やっぱり。家でコレクション整理とか。ああ、いいですね。あと映画とかですね。映画だね。大体映画じゃない、みんなもう。沖縄の人特に。そうですね、うん、この時期ツタヤ混みますからね。混みますね、本当に、はい。で、延滞料金バカ高いの知ってました？あ、今すごい高いですよね。びっくりしたんですけど、はい、思わず右手が出そうになって。左手があってよかったなって。落ち着いてください、落ち着いてください。こんな取るかっていうか取られるんですよ。はい、分かる。新品とか一回俺も 2,3 日遅れて、はい、しかも5枚ぐらい借りてたからさ。いくらぐらいだったんですか？ったよ。いくらだったんですか？覚えてないけど。え？でも高かったなってのは覚えてる。そこ覚えといてくださいよ。あと一番怖いの破損ですよ。あ、これ俺言っていいのかな、これ大丈夫かな。なんかエイリアン VS プレデターを借りてめっちゃ楽しみだったわけ、なぜか知らないけど。たまに見たくなるんですよ、はい、そういえばどっちが強かったかなと思って、うんうんうん、で借りてきて、はい、このまだプレセツで見てるんですけど、プレセツにセットしたら全然読み込まないわけ。ああ、もうバージョン違いで。そうで、まあ一応洗ったりとか、はい、ちょっとなんか綺麗にしてやっても全然ダメだわけ、うん、わじわじしてからもうふんって投げたら綺麗にパリーンって割れたわけ。綺麗にね。やっぱどうしようって電話したら6000ぐらいかかるって言われて。いや、もう高いんですよ。うんうんうん、かかるって言われて。大丈夫か？これ言って大丈夫かな？やめとこうかな。怖くなってきたら。ちょっと、まあ、危ない予感がする。危ない予感がするね。危ない予感。弁償しました。ああね。弁償しました。当然のことです。はい、そうそう、当然のことだからね。はい、危ねえな、おい。危ねえ。口が滑るな、梅雨時期は。おつゆが、ね、たっぷり出てくるからね。危ねえな、おい。あれですよ、僕も幼い頃、はい、うちの母がビデオテープを、うん、まあ、当時 DVD じゃないですけど、はいはい、VHS の方をお借りして、うん、まあ、何か熱いものの上に置いちゃって、うん、変形紙でも使えなくなっちゃったんですね。なんすか、何か熱いものの上に VHS を置くって。あのビデオデッキの上か、はいはい、まあ、ストーブの上だったかどっちか忘れたんですけど。ストーブやばいね、はい。まあ、とりあえずそれが原因で、うん、ダメになっちゃって、うん、弁償したんですよ、うん、満単位でした。満だよね、やっぱり VHS は、はい、満でしたね、その当時。当時で1万ちょいとかするんじゃないですか、ビデオ1本8000円とかするかもしらんな。今 DVD だから安いけどね、うん、うん、たまに古いそういうビデオ屋さんとか行って、うん、横のラベル見たらビビりますよね。そうですよね。こんな高いバーっつって、びっくりっていう感じですよね。あ、びっくりラジオだけに、びっくり、ありがとうございます。わざわざ気を使っていただいて本当にありがとうございます。自然に出た。何も意識してなかったです。俺たちお父さんがすごかったな、うん、当時。あ、これは DVD か。 DVD を6本ぐらい延滞して、うん、でお家にになんか不況の外人さんって来るじゃないですか、はい、あの自転車で神を信じますかっつって、はいはいはい、で神を信じるからビデオ返してこいって。ビデオ返してこいっつって、まあ分かりました、じゃあ神を信じてるならちょうど通り道だから返してきますって言ったら延滞料金求められて。彼らお金持ってないから。速攻通り電話来て、あんた何してんだと。この外人さんたちめっちゃかわいそうだな。かわいそうですね。かわいそうだよね。しかもあんなね、まあいいや、言葉もあんまり、そうそう、言葉もあんまり分からないのに、神を信じますかしか知らないでしょ多分。分からないけど。でね、給料とかもあんまりないっていうからね、はい、もうほぼボランティア精神でやってるっていうから、 うん、うん、その気持ちでゲオに行ったら、はい、お金を請求されるっていう、まさかの親切心で返しに来たのに。そうそう、しかも名字外人だから、はい、私じゃないって言っても一応外人さ。いやいやいやみたいな、お前だろみたいな、店員も解散パーかみたいな。外人だけにね、
これは悪質ですね。本当、俺のお父さん悪質なんですよ、うん、立ち悪いっていうかね、本当にちょっと一時期ちょっと聖職者的なね。そう、一応お父さんも あれやってるんですけどね、なんだ、結婚式の、そう、最後なんでしたっけ、あれ牧師みたいな、牧師さんやってるんですよ、はいはいはい、急にね急になれるんだと思ってですね、これ一回現場で会ったんだ、会いました、うん、もうぽいですよね。そう、もう雰囲気はめっちゃ良くて、はい、結構その何、指名が多いらしくて、やっぱり、はいはいはい、やっぱ日本人のその牧師さんを依頼してやるよりもやっぱり外人さんがやってる方が雰囲気があるってことで、いや、そうですよね、結構指名があるらしいんだけど、はい、昔家でご飯食べるときとかなんかお祈りとかしなかったくせに牧師になった途端急になんかアーメンとかいいですか、ね、いや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 なんだこれ一応ちゃんとそういう進学校みたいに通ってそういう牧師さんになれたんですけど、はい、こんな唐突に牧師さんってなれるんだと思って、うん、まあ、資格みたいのがあるらしい、資格みたいなやつがあるらしくて、うんうんうん、まあ、ちゃんと学校通ってるから、まあ、一応牧師さんではあるらしいんですけど、うんうん、はい、なんか自分からしたらね、昔からそういうのじゃなかったから、はい、なんか違和感があって、うん、急にみたいな、急に牧師みたいな、いい人に、いい人にもともといい人なんですけどね、やっぱりあれなんじゃないですか、そのビデオの件があったからちょっと心を痛んだんじゃないですか、改めたのかな、改めたかもしれないですね、改めたかもしれないですね、うん、そうなんですよ、シュプリームさん、神父さんね、してるんですよ。僕は響ちゃんを指名しました渋谷でですかね渋谷でかもしれないですね、なんか肩脱臼してるらしくて今、えシュプリームさん、シュプリームさん、そうなんですからしいですよ、大丈夫かな、大丈夫ですかね、うん、神は信じません、諭吉の紙幣を信じます、ごもっとも、間違いないですよね、うん、本当に、うん、お金がいいですよ、本当に、日本で一番モテる男ですかね、誰ですか、諭吉さんは、あ、そうです、そうですよ、諭吉以上はないですか、うん、ないです、ね、なんか海外であるじゃないですか、はい、その銀行間だけで取引されてる高額コインみたいな、ああ、ありますね、あんなの日本にはないんですかね、日本では聞いたことはないですね、なんかあってほしいですね、10万円コイン金貨みたいなのがあったっけ、金貨は、記念コインみたいなのがあった気がする、持ってるんですか、持ってない、あ、持ってないですか、うん、シュートさんこんばんは、こんばんは、シュプリームさん池袋です、池袋、ね、あるあ、本当だ、記念コインならあるかもって、レイニーさん、うん、レイニーさんって本当にタイムリーな名前ですもんね、雨男レイニーさんです、雨漏れてるみたいな、そうそうそういや沖縄雨降ってほしいんですよ今、そう、水不足、そうなんですか、水不足なんですか、水不足なんですよ、うん、2年連続でなんかできないんですか今の時代、その例えば浄水場の上だけ雲で雨降らすとか、はい、中国はやってますけどね、なんかそういうのね、うんうん、あるって言うじゃないですか、はい、できないんですか、まあ、沖縄はちょっと環境的に難しいと思いますよ、ね、中国の山のせいで梅雨があるんですよね、そうです、そうです、その山を、はい、なんだ雲がそこを割って出てきて、はい、ヌヤンピヤンですよね、で、ちょうど寒気とかって話があるじゃないですか、はいはい、だから最近肌寒くなったりどうのこうのって、うんうん、空気の境目に前線ってできるんです、はい、それなのでその、まあ、上に上がったり下がったりする時期がちょうど沖縄で停滞するのがこの5月から6月にかけて、はいはい、だからその時期が梅雨時期になるんですね、気象予報士ですか、いやいや、マニアです、もう本当マニアですね、宇宙から天候から、いや、天候と宇宙はつながってますから、うん、なるほど、はい、ここに通ずるんですね、そうです、そうです、なんすか、なるほど、声を発してもらえば、はい、せめてラジオ番組、ラジオ番組、ラジオ番組ですよ今日 ABIC 紹介いきますか、いきますか、お願いします、いってますか、はい、唐突に入りましたけれども、 BGM はどちらでしょう、トゥン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 、いや、さあさあ、トゥン、はい、というわけでですね、はい、ABIC 紹介に行きましょうか、はい、お願いします、いたします、今週はですね、はい、まあ、ご家庭にもあると思うんですが、ご家庭にも、はい、カセットテープ、カセットテープのデジタル化事業、めっちゃいっぱいあるんですよ、うん、そうそう、今ですね、うん、普通のご家庭のものの他に、はいはい、いろいろね、なんていうんですかね、行政からの依頼とかも来てまして、はい、ちょこちょこ、はい、それがもう100本200本ありますね、うんうん、すごいですね、昔のね、本当に今やってるのが昔の離島とかの各地の方言を集めたテープ、はいはい、なんだそれを CD 化デジタル化、どんなテープなんですか、だからも物語とか昔話とかを、あ、そういうのをなんか語り部であるってことですね、うん、そうそうそう、それをね
喋ってもらって標準語と方言で、うんうんうん、これは貴重ですね。貴重貴重で本当に何言ってるか分かんないっていう。分からないですよね。限りが分かんない。本当に島々結構違う。全く違いますからね、うん、都とかそんなレベルじゃないぐらい沖選ぶとか、うんうんうん、本当に何言ってるか分かんないっていうね、はいはい、こともやってますので、あとね、テープから CD もあるんですけど、はい、今逆におじいちゃんおばあちゃんたちはテープからテープみたいな。テープからテープ、テープから、あ、もう CD からテープ、機器がないからみたいな。おじいちゃんばあちゃん、お年寄りの方っていうのは CD なんか使いづらいなみたいな人も、はい、マジか。いや使いやすそうですけど、逆ダビングみたいなことも今やってるんですよ。そっちの方がアナログにね、逆に、うん、はい、そうそうそうということもできますので、はい、ぜひぜひABIC 大山店合わせ店までお問い合わせください。以上、はい、ABIC 紹介でした。はい、曲いってみますか。はい、今日の曲は何ですか。今日の曲ですね、はい、リクエストが、進撃のめいちゃんさんから来ています。その中から選びました。はい、私の方で紹介させていただきたいと思います。はい、フローライダー、フューチャリングシーアでワイルドワンズでお送りしたいと思います。どうぞ。お願いします。
えー、びっくりラジオ聞いている。皆さんこんばんは。 79.7MHz からお送りしておりますエイビックのエイビックラジオ、はい、本日のテーマおつゆでございます、はい、おつゆです、うん、先ほどオフトークで真面目なトークをしてしまいまして申し訳ございませんでした、はい、レニーさんカセットテープがあるならぜひエイビックにお持ちください。ぜひぜひお願いします。スプリームさん音聞こえてますかね、うん、大丈夫ですかね、うん、で雨で思い出したんですけど、この時期やっぱり雨で自分が思い出すのは新海誠監督の琴の葉の庭って映画をご存知でしょうか。いや、え、知らないですか、うん、なぜ知らないですか。いや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 、新海誠さんというとアニメですかね。アニメですね、うん、あの君の名はとかで有名な監督なんですけれども、うんうんうん、まあ新宿の新宿御苑ってあるじゃないですか、うん、まあ、元なんか天皇たちのそういう場所が、よく庭みたいなところがあって、そこをその一般公開されて、はい、めっちゃ綺麗なその庭みたいなところがあるんですけど、うん、そこでその繰り広げられる女性と男性の恋物語の話なんですけど、うん、女性の方はまあ先生で、男性の方が生徒なんですよ。あら。でそこでそのまあその男の子が先生にちょっと恋心を抱いちゃうっていうのがあって、うん、その子は靴職人目指してるんですよ。でその先生のためにその靴を作ってあげるっていう話なんですけど、もうめっちゃいいんですよ、描写とか、もう雨が好きになったんですよ俺それを見て、うんうんうん、で去年かな新宿御苑行った時に、うん、初日はめっちゃ晴れてたんですけど、うん、次の日土砂降りで、うんうん、これ行くしかないと思って行ったんですよ、うんうん、めっちゃいいんですよ、うんうん、雨が全然苦痛じゃなくて、普通あの都心とかの雨って俺めっちゃ綺麗なんですよ、うん、俺結構身長高いじゃないですか、うん、あのこの傘のこのなんていうんですか爪の部分がもう俺の目の位置なんですよ。ああへえ、それはでもめっちゃ怖くて、ね、うん、危ないじゃないですか、うん、もう浅草とか行ったら最悪ですよ、うん、もう雷門のところ行ったらもう避ける避けるだけしかないですよ、うん、避ける土砂降りみたいな、うん、全然楽しくなかったんですけど、うん、新宿御苑はもう癒されました ね、 いいね。琴の葉の庭分かりますよねキャプテンは。分からないですか。すいません、これぜひ見てほしいんですけど、ちょっと今の時期にうってつけだと思うんで、はい、もし雨が嫌だなとか思ってる方はぜひこの映画を見て、うんうん、ちょっと雨、あ、今日雨だなって、逆に雨でよっしゃって気持ちになれるような映画なんですよ、うんうん、めちゃくちゃ泣けますよ、うん、後半俺大号泣ですよ、うん、まあ、YouTube でも一応見れるんで、うん、見てみてください本当に。うってつけ、うってつけです。受付にはうってつけ。はい、コカ・コーラなんか違うんだよな。なんか違う、使いどころかな。まあまあまあ。見てます。見てますよ。見てたんすか。見てたんすか。何の嘘なんすか、今の。見てみますね。見てみます。で、あの、畑元博さんの、あの、琴の葉っていうテーマ曲があるんですけど、そこがもう最後、ラストボーンってかかるシーンがあるんですけど、号泣ですよ。目もつゆみたいな。うんうん、いやいや、だからジェスチャーをやめてくださいって。言葉でお願いいたします。はい、琴の葉の庭だけに、ね、だけに ね、そうだよ、ソースだよ、マイクにぶつけるっていう失態をね。ソースだよ、ゴンゴンって。ソースだよじゃねえから。うまい焼きそばソースだよ。ブルガリ三千さん、ギノワンまたしたな、俺参上、いらっしゃいませ。コンティニューコインもありがとうございます。ありがとうございます。おーおー、いいね。 UFO 食うんすか今。プーの今食ってくれたらちょっと面白いんですけど、ね、急に作り始めて食べる。作り始めて食べる。まだあのパリパリの状態ですけど、パリパリで食ってください、はい、ちょっと自分の声が聞き取りづらいかと思うんですけど、実は先週扁桃炎で、はい、ちょっと寝込んでて1週間ほどで、たまたま借りてきてた映画が、あのキューブリック監督のシャイニングって映画なんですけど、怖っ。有名なやつですね。熱も39度ぐらい出て、なぜかシャイニングを3回リピートするって。めちゃくちゃ気分落ち込んで、なんで俺シャイニングこんな見てんだろうみたいな。もうずっとリピートで流れてるん で最後の俺あのシーンだけ笑えるんですけど、あの主人公の男の人が迷宮で迷ってしまって、はい、最後投資してじゃーんみたいな、投資の方がアップになるじゃないですか。俺あそこめっちゃ笑えるんですよ。あそこだけなんだこれみたいな。あそこだけ笑えるっていう。いやー、昔のホラーって意外と面白いですからね。なんかツッコミどころ満載ですよね。そうですそうです。なんかシャイニング昔見た時ああ怖えなーとか思ってたんですけど、はい、なんか最近改めて見たら、なんかよくわかんないです。なんか、なんか
気持ち悪いです。自分子供の頃チャイルドプレイ大っ嫌いだったんですけど、チャイルドプレイ怖いっすよね、チャッキーね、はい、今になってみたら本当になんか後世しか出てこないもん、ちょっとコメディっぽいっすよねちょっとコメディっぽいっすよね本当に、はい、なんか笑えてきますよね、笑えてきますよね、なんで俺あんなにその投資のシーン笑えたかなって思うくらい笑えてきてめちゃくちゃ、はい、なんかの血とかブワーンって流れてくるじゃないですか、あれも血のりを1万リッターぐらい使ったらしいですよ、実際に。うわー、すごいですね。途中あの奥さんが逃げるシーンで、あのなんだ犬の着ぐるみ着た人と紳士の男の人がなんかホモ同士がイチャイチャしてるみたいな幽霊がいるんですけど、はい、あれも全然理解できなくて、それを奥さん見てキャーとか言ってるんですけどいやキャーじゃねえだろ確かに逆にこのシーンはなんで監督はこのシーンを入れたのかなとか、はい、逆にそこからなんか気になってきちゃって、いるこれみたいな、もしいるみたいな、もっとあの双子の女の子みたいにもっと怖い幽霊を出してくれよみたいな、うん、うわーそうですよね、急にベッドから起き上がって犬のぬいぐるみ来たホモたちがえみたいな顔してるわけ、いやいやいやみたいななんだこの映画って、ただあのレディープレイヤーを見た時にそのシャイニングの中、はいでそのいろいろその冒険するシーンがあって、それもあって、まあ、ちょっとシャイニングまた見たいなっていうのがあって書いたんですけど、なるほど、レディープレイヤー1でもなんでシャイニングをここに持ってきたのかなとか、レディープレイヤー1見ました？見てる、見てないですか？まだ見てないです。最高っすよ。そうなんだ、デージ面白いですね。あれもマーブル？いや違う、もう全然関係ない。スピルバーグは違うか、うん、スピルバーグ監督ですよね。ガンダムとメカゴジラが戦うシーンとか、はい、へー、たまらないっすよ。あれか、はい、あれっす、あれっす。自分それに出演されている日本人の森崎ウィンさん、ウィンさん、はい、お会いしたことあります。あ、そうなんですか。お話ししたことあります。どこで会ったんですか。ちょうど1年ちょっと前に、はい、沖縄でクジラ島の忘れ物という映画撮影してたんですよ、はいはい、エキストラ入ってまして、へー、1週間ぐらいちょっと撮影お邪魔させてもらってたんで、うんうん、まあ、バックヤードとかでウィンウィンさんがいたんですか。はい、貴重な、なんかね。そうですね。今じゃもうハリウッド。はい。ちょっと当時からハリウッドの映画撮ってるらしいって周り言ってたんですけど、まあやっぱオフレコなんで、うんうん、何の作品かとか分からなかったんです。うんうん、そしたら、そのクジラ島の忘れ物が上映されるよりも先に、このレディープレイヤーの方が。レディープレイヤーへぇ、結構いい役してましたよ。あ、みたいですよね。めちゃくちゃ美味しい役でしたね。はい、友人からもいっぱい聞いて、うん、そうなのって言ってびっくりしてました。うらやましいなぁ。あんだけ英語ペラペラだったらね、世界も広がりますからね、はい、そうですよね。羨ましいっすね。羨ましいですよね。レディープレイヤー1ぜひ見てください皆さん、うん、それ見てなんかメカゴジラとかもまた見たくなって、うんうん、メカゴジラも借りてアイアンジャイアントも見て、やっぱいいっすね。ジャイアントも、うん、メカゴジラもいいっすね。いいですね。ただやっぱり本当に今の年になって見たらちょっと演出とかに、はい、演出目線っていうかちょっとやっぱ制作者側の感覚で見てしまうっていうのがあって、携わってたからこそこのシーンいるかとか、はい、もうちょっとこういうバトルができたんじゃないかとか一人でいろいろ考えてんだけど、うんうん、でその後のそのメイキング、はい、メイキングオブゴジラとか、はい、メイキングもたまらなくて、たまらん、あ、めっちゃいいっすよね。キングギドラが、はい、都庁にぶつかるシーンの、はいはい、メイキングとか超大変だったよ。あれあれ一発だったっていうか、だってだやってた東方東方ですか。大変そうだなと思って。まさかここで衝撃事実が、ね、うん、ABIC のスタッフは東方スタッフだったっていう、ね、キングギドラをぶつけたっていうね。ってなりますよ、ね、すげえな。本当に一応一回きりらしいですよ、あの撮影は。そうそうそう、もうジオラマがあるじゃないですか。もうジオラマ一回もし壊してしまったら、もうね、また復元できないですもんね。できないですよ、あれは絶対。 CG じゃない魅力がありますよね、やっぱり。うん、あの砂ぼこりが舞うシーンとかもたまらないですね。あの当時のやはりゴジラってすごいワクワクしましたよね、うん、ワクワクしたね、うんうん、でもやっぱりバトル、あ、でも重いからね、スーツが130キロぐらいあったらしいですよ。そうですね、すごいね、うん、動くのもそんなに動けなかったってことで、一、うん、人でも全然切れなくて、はい、3人がかりできて、はい、もうその着ぐるみ自体がもう吊られてるわけ、ワイヤーで。もう多分置いたら持てないから吊った状態で切るんですけど、まあ、自分はまぶややってたんですけど、もうパッパッパってくっつけていくんですけど、体に、もうそのレベルじゃないじゃないですか。だよね、大きさで、尻尾も長いし、逆になんか楽しそうだなと思って、そういう怪獣のやつ。あら、ひとみんから来てますね。ギャラリーにお越しの皆さん、お休みのお知らせ投稿したはずがちゃんと上がっていなかったようです。申し訳ない。とりあえず今から向かいます。ひとみん来るんだけど、来れるんですか。来るんだ、ひとみんね。間に合えばいいけど。来るの、ひとみん。どうなの、大丈夫なの、うん、稽古じゃなかったっけ。
ね、うん、大丈夫なのかな、早く上がったのかな。サロお兄さん、あなたは鼻から喉から、僕は右曲がりです。そういうこと。俺はどっち曲がりかな。俺どっち曲がりでしたっけ。聞いてわかるもんなんだ。顔からすると右っぽいけどね。右っすか、ね、顔もなんかこう、やめよ、掘るのやめよ、はい、今あの聞いたってことはあれですか、裸のお付き合いされてるんですか。いや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 気持ち悪い、メガネ2人メガネ2人怖い怖い、カッカッカって当たるんでしょうね、チューする時に。嫌だ気持ち悪い、嫌すぎ、嫌だ想像したくない。レイニーさん、日本とアメリカの若者文化の違いが大きいから、ホラー映画を理解できないシーンがたくさんあるよね。あ、確かにそうかもしれないですね、はい、あ、メールそろそろ行かないと、行きましょうか、ね、じゃあ、はい、お願いいたします。あ、はい、じゃあ行きますね。ラジオネームほっぺさんからです。ありがとうます。ポッポイントネーションよ慣れてない。ありがとうます。慣れてない行きます。皆さんこんばんは。こんばんは。ひとみさん、内装のお仕事お疲れ様です。なんかいろいろやってましたね。で、開けてたね、うん、むちゃくちゃ楽しそうでしたね。さて今週のテーマ、梅雨。毎年思うのですが、男性はファッションを楽しめない時期だなと思います、うん、確かに。それに引き換え、女性は気分を上げる可愛い傘やレインブーツなどなど、うん、無理に男性がそれをやっても浮くしな。せめてお気に入りの服にカビがつかないようしっかり対策しますと。みんな梅雨対策ってやってるんですか、やるんすか。対策ってほどのもんでもないけどね。扇風機回すぐらいですか、ね、やらないですね。換気を良くするぐらいのね。換気良くしてもなんか開けても結局ぬるい風が入ってくるじゃないですか、うん、もうドライにしたりクーラー、うん、もう軽く掃除したりぐらいしかないんですけど、うんうん、ちゃんとした対策っていうのが分からないですね、うん、洋服とかカビの、なんていうの、脱臭剤じゃなくて湿り気取るやつからじゃん。対面体ですか。違う違うそれだと元気になっちゃうなんかダッシュタンとかあんなのとかですかわちゃわちゃしないで横でもういいからソースは、okay、あとあれいいですよ、コーヒーのあのカス使った。あー、うんうんうん、なんか俺聞くよく聞く。コーヒーよく飲んでたんですけど、はい、最近ね、でその粉を集めて何かに使おうと思ったらカビて、これもカビるんだと思って。あ、そりゃびっくりですね、うん、びっくりした。なんか、うん、これ俺カビないと思ってたんですよ、なんか知らないけど、うん、なんかそういうね、抗菌作用があるとか言われるじゃないですか、はい、で大丈夫なのかなと思ったらバリバリカビて場所によると思いますよ、やはり場所によるんですか。あんまり、やっぱ、まあ、使い終わった後は必ず湿気を取ってあげて。あ、取ってないです。ちょっと外に干してあげて、はいはい、それをまあ使うみたいな感じですかね。全然やってないですコーヒー入れた後そのままペッて投げてそのまま置いとくみたいないや、それはダメなのか。それは確かにカビると思います。カビますね、はい。スプリングさん、秘宝です実況が始まってマリオカートが渋谷のスクランブル交差点を走り抜けていきましたマリカーね、はい。なんかあのマリカー集団って俺ちょっと嫌いなんですよ。あー、分かります。危ないよね。分かります、はい、なんかあの国際通りとかで沖縄にもよく走ってるんですけど、その海外の方々がそのコスプレをして、うん、なんだろう、この見られてちょっと気持ちが高ぶってる表情をしてるのがちょっと腹立たしいんですよ俺はねみんなが見てくるじゃないですか、はいはいはい、俺はマリオカート見えた瞬間一切視線を向けないんですよ。絶対向けないんですよ、うん、みんな自撮りしたりとか俺マリオだぜ俺クッパだぜみたいななんだてめえらみたいな、ここは沖縄だぞと国外でやれと、はい、あんな危ない、はい、事故も多いじゃないですか。多いです ねあんな低い車体で事故ったらどうなるか分かります、うん、怖い怖い怖い。上半身ペンっすよアッポペンペンっすよ、ペンアッポペン危険ですからね、はい、俺は絶対乗ろうなんて思わないっす。渋谷にもいるってことですね、うん、あ、渋谷発信じゃなかったですか。あ、そうだ、渋谷でマリオカートやりたくないですめっちゃ怖いです。考えられない、うん、まんまメイヤじゃねえよみたいなね。ちょっと待って時に身を任すのはやめてください今せっかく間を作ったのにねなんか来るのかなと思ったのに計算してるのかなと思ったんですけど、あれ、ここ僕が動くべきなのかなもうチン担当で、はい、お願いします、はい、次行きましょう次読みます、はい、うん、エービックイラジオオンチュひとみん、ホテイさん、高見バナさん、こんばんは、うん、びっくりネーム右肩脱臼のポンコツラーメンです。シュプリームさんですね。ですね。うん、うんちをしても水戸様を吹くのですうっと喘ぎ声が出てしまうほど右肩が痛くて、うん、高見を喜ばせそうなツッコミどころのないメールになってしまうことを改めお詫びしたいと思います、うん、本当にすいません。だるまさん、だるまさんがここで来るとはねまさかのだるまさんが覚えててくれた。さて本日のテーマはおつゆ、
真っ先に思い浮かんだのは一流汁男優しみけんさんですが、お汁じゃなくておつゆなんですね。そうなんですよ、お汁おつゆどっちでもいいですよ、うん、つゆといえば確か昨年の沖縄の梅雨入り、汁入りね、元汁入り梅雨入りは5月13日でしたね、うん、3泊4日の沖縄旅行の最終日で、国際通りの近くのホテルにいたのですが、うち、ん、湾を見終えてから友達が出演する FM 沖縄、FM 那覇に行こうと思いましたが、うんうん、滝のような雨で昼前まで外出できなかったのを鮮明に覚えています。そんな雨降ってたんですね、去年。そしてこの日の内腕はどんな内容だったか確認をしたら、お菓子御殿の犬用の紅芋タルト風ビスケットの回でした。ありました、ありました。食えるんですよね、あれ。あ、そうそう、食べてたね、人間もね、うんうんうん、僕がこのラジオを聞くようになったのはこの旅行の直後からなんですよ、ね、そうなんですね。メールを作成しながらなんだか不思議な縁を感じてしまったので、今から嫁の写真を見つつ高翔のパイの実を妄想しながらチョコパイを食べたいと思います。ではでは、今夜もゆたしくです、ロッテ。いいっすね、高翔を想像しながらパイの実食ってチョコパイ、たまらないっすね。写真、お嫁さん可愛いな、本当に。これはなんだろうね、ちょっと出てるよ。あ、いいっすね、あ、いい感じっすね、いい感じ。大好物でございます、はい、お汁が出そうなのでちょっと見るのをやめたいと思います、はいはい、お次ですね、はいはい、じゃあシュートさんからですね、はい、ありがとうございます。ポポ、ひとみさん、バナさん、高見さん、サンテスさん、こんばんは。こんばんは。テーマはおつゆ。つゆ、つゆ対策は空気入れ替えですかね。空気入れ替えね。ちなみにつゆはキッコーマン派です。よかったですね、バナさん。そういうこと。あ、そうだった、マイクにぶつけないゴンゴンするのやめてもらえますはい、次いきます。5月5日のアウトプットさんの方で GFO でのアイドルライブに行ってきました、うん、久々のビビアンジュさんのライブ見てよれてよかったし、掛け声やジャンプする時があったし最高のライブだった、写真載せておきますねということですね。かわいい、センジさん好きなんですよ、うん、こんなくっついて写真撮ってくれるの最高っす ね。ビビアンジュさんかわいいらしいですし、うんうん、あのダンスとかパフォーマンスもすごいんですよ、はい、うん、めっちゃかわいい、うん、いいな、見たい、いいなぁ。肩組むのはダメなんですよね、多分。あ、そうですね、うん、結構俺肩組んで撮ろうと思ったらスタッフに止められるのが結構多いんですけどダメなんでしょうね、肩を組むとか、まあ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 、まあ、腰に手を回すとか、回すとか、逆に俺、いや俺サンチェスなんでって言っても、はい、一応外人アピールして外人として普通じゃないですか、ウィーみたいな通じないですね、うん、通じないですね、全然もう冗談が通じないですね、歌舞伎町でも全然通じなかった全然ダメでしたねやめてくださいって言われて、ちょっと2人テンション下がったまま写真撮るっていうダメみたいです、シュートさん、はい、気をつけてくださいね、はい、いいなぁ、アウトプット、うん、5月5日、あ、この前のか、うんうんうん、いいなぁ、ね、ライブ楽しいですから ね、たまらないっすよ、本当に、ライブは楽しい。へ、お次いきます。おい、びっくりネーム進撃のめいちゃんさん、ありがとうます。ポポポポ、サンチェスさん、バナさん、アンドヒトミ、今日も3人ですよね、違うんですよね、今日キャプテンもいるんですよねあ、そうそうそう、ありがとうございます。お疲れ様でございます。梅雨時期で一番嫌なのはあの雨の中のバス移動、嫌だ、あ、一番嫌で靴もぐちょぐちょになるし、ぐちょぐちょ嫌になっちゃうんですよね。こんな時に梅雨の時期のバス移動、水たまりを避けて通ろうかな、では楽しく聞かせていただきますね。うん、バス移動大変ですね、絶対。うん、なんか内地とかでおしゃれなレインコートとか言うけど、はい、沖縄絶対着ないじゃないですか、どうしようもないから、着る人いないですよね。なんかやっぱ車移動が多いから、うんうん、レインコート着たところでふっふってバッバッってやらないといけないじゃないですか。多分あんまり基本的に沖縄でそういう人いないのかなと思うんですけど、もう国際通りとか那覇付近でね、はい、モノレールとかで移動してる人たちは分からないですけど、うるま市には多分一人もいないと思いますレインコート持ってる人なんて。あと僕もですね、レインコート実は持ってるんですけど、はい、持ってんすか。分かりました、皆さんがつけない理由なんすか。暑いです。あー、分かる分かる、もう湿度が、うん、とんでもないです、うんうん、結局全部濡れますよね、中も。そうなんです、ぐちょぐちょ全部ぐちょぐちょです。意味ないですよね、はい、あれなんすか、涼しいレインコートってあるんですか。ないですよ。ないですよね、多分通気性通したら、うん、水吸っちゃうんで結局コートみたいなそうですそうです雨にコート着ちゃうみたいな、はい、なんでなんだろうね。雨がっぱとかも中結局べちゃべちゃになるじゃないですか、はい、だから完全に防水してるから中の、はい、抜けていかないんだろうね。これ意味あります。一応ですよ、沖縄だとね、ね、本当に激しい雨の時には便利です、うんうん、多分あの警備員とかあの、
道路をやってる方とかはそうそう、まだいいかもしれないですけど、うん、多分日常で使うっていう人からしたらちょっと使いづらいのかなと思うんですけど、うんうん、と思いますね。なんかの作業着で扇風機あるあるがついてるやつあるじゃないですか。風送るやつあるね。ダメか、雨でもダメか結局いいんじゃない。大丈夫か事故。大丈夫大丈夫大丈夫ですね、はい、あんなの大丈夫なのかな。あれめっちゃ高いって言いますよね。1万円ぐらいかな。あれ結構しますよ。ちょっとかっこいいですよね。あれ全部揃えたら多分3万ぐらいする。マジっすか、はい、デージ涼しいって言ってましたよ。変わり変わるどうにかできないのかな。あれ応用したいっすけど ね、うん、応用できたらいいけどな、うん、それができたら沖縄でも広まるでしょうね、うん、多分バカ売れじゃないですか、うん、はい、ABIC 紹介です。はい、すいません、ロングが切れちゃいました。なんか ABIC 紹介あるんですか。実はですね、はい、ないですね。失礼いたしました。あれ、はい、そこはあってほしかったな。次お願いします。あ、僕か。そうです。どれだ、これだ。ビンゴさんですね。はい、ありがとうございます。ポポポ、ラジオネームビンゴさん、中井理香さん、ロビンさん、前田裕二さん、山本圭一さん、こんばんジャンクション。こんばんジャンクションね。今日のテーマ、関東の方が見たら歌丸、梅雨について語るの。まだ5月なの早くない。映画館に行かせたいの。土屋、黒沢さんの誕生日が近いからじゃない。雨女だし、でもサイコパスではないと思う。なんて会話が聞こえてきそうです。死にマニアックすぎて相変わらず分からない。想像で喋ってますけど相変わらず分からない、うん、というわけで梅雨についてですが、うん、最近東京の夜9時台の番組が梅雨払い番組的な立ち位置になっているように、ね、印象があります。そうなんだ。深夜の、帯番組枠の前ですし、うん、ナイターシーズンだとクッション番組ばかりだし、ナイターオフだと30分番組がさらに多くなりますからね。今年からは、うん、諸事情により梅雨についてはあえて外しましたが、はい、今週より奄美と沖縄では梅雨入りしましたね。皆さん傘と靴の手入れは入念に、うん、ではまた次回まで。バーイセッツ。終わりました。おお、びっくりした。俺は気づいてましたけどね。びっくりした。すみません、驚かしちゃって。完全にもうバナさん気づいてませんでしたけど、扉開いた瞬間メスの匂いがしましたから。スーってメスのいい匂いが。いや、来てくれたんだね。ありがたい。すいません、でもあと1分ですけど。本当だ。あと1分。いや、お知らせが遅れてしまって、ね、ギャラリーに機長さんがいらしてるっていう、お知らせ、ね、連絡が来たので、うんうん、すいません、出して、うんうん、来ました。ありがたい。お、機長さんが拍手。アホで書かれてるけど、シュプリームさんがおかえりひとみん、ただいまです。サロン兄さん、テレビ面白くない、ラジオが面白い、もう知らない。わーお。うちは見てね。そういうこと。あ、そうだった。なんかさっきからこういうことをずっと。あ、そうなんだ。そう、ちょくちょく、はい、なんかね、キャプテンがいい仕事してますね。本当に。あ、ありがとうございます。もうさっきからなんか一人でバタバタしてマイクにゴンゴンぶつけて、もう小道具邪魔なんですけどみたいな。なんかラジオブースでね、料理でもしてんのかなと思うくらい揃ってますけど。わざわざ買ってきたらしいよ。へぇ、超引いてる。超引いてる。コラビさんなってる。なちみさんもいらっしゃいましたよ、ひとみんって。はい、どうも。ひとみんハートって。ありがとう、なちみん。ひとみん来た瞬間、なんだみんな、おい。増えやがって。すいませんね、本当に。急に、今日はもう映画、個人的な理由で休ませてもらいましたけど。ライトもつきましたね。はい、どうだ、明るくなってる。すげえ、キャプテン。仕事がすごいな。ありがとうございます。いい仕事してる。皆さん気づきましたかね。あ、綺麗なお姉さんで、レイニーさんが。あ、ありがとうございます。みんなすごいな、おい、絶賛だな。どうなってんだ、おい、これ。どんなでしたラジオ。ラジオ、うん、大変だったよ。大変だった。急遽休ませてもらったからね。なんかコーラとかなんか出してくるし。あ、そうなんだ。焼きそばとか。後で見てみよう。見てみて。あ、やっぱり作ったんだ、焼きそば。はい。あ、そういうわけじゃない。全然噛み合わない。作る焼きそば。この焼きそばとかを小道具で出してくるってこと。あ、なるほどね、うん、後で見てみます。その焼きそば作ったのってくだりあった。そんな前振りあったっけな。いや、もう料理してんのかなって思っちゃったから最初。ないわ、そんなの。はい、一回 CM 行きますか。そうしましょうか。はい、ひとみんが来てあれですけどね。はい、いえいえ、いいですよね。じゃあ CM お願いします。はい。あ、なちみさん、ひとみんと同時に来ましたから。ほー。あ、本当に。いらしたんだね。気が合いますね。気が合いますね。さあ、ほっぺさんにしたいな、俺。あ、いいですよ、お任せいたしますよ。一番に出してくれ。お任せいたします、うん。ひとみ、来週のテーマ何がいい？え、決めたんじゃないの？決めてないよ。え、嘘。
とりあえずフリーにしてとりあえず今のところはフリーなんだけど、うん、なんか例えば話したいトピックがあるとかであれば何か、うん、なんだろう、ひとみ今急にパッて来てくれたから、うん、ひとみが決めてくれてもいいよ。なんでよ何も決めない丸投げっていう丸投げなんだけど BGM そのままのBGM で、うん、あ、もう終わりなの。そうだよ。早っ。そうだよ、ソースだよ、うまい焼きそばソースだよっていう感じの、はい、そう、こんなことをずっとやりながらマイクにぶつけてるって。恐ろしいでしょ。空気が凍りつくってくる。びっくりラジオ、芦田愛菜だお。からお送りしてきました A ビックの A ビックラジオ、はい、エンディングの時間が来てしまいました。あっちゅうですね、はい、なんとか。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。まあ、今切ったばっかりだけどね、私は ねあっという間だな、うん、この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション A ビック、片枠解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りしました。ないな。さあ、うん、今週面白かったリスナーさんに送るびっくり賞の発表です。はい、はい、今週のびっくり賞はほっぺさんです。ほっぺさん、ありがとうございます。あのね、ほっぺさんいつも一番にメールくれるからね、いつかあげたいなと思ってて、前日にね、うん、くださる、ありがとうございます。いつもいつもほっぺさんに今このガチャポン回そうと思ったんですけど、うん、誰もコインを持ってないっていう、はい、待て待て待て、効果を持ってないっていう。あ、うん、財布持ってる？あるよ。あるけど、まあ回して、うん、で出たものを送りますんで、はい、ご住所記載して、はい、送ってください。はい、お、100円あるやないかい。さすがキャプテン。さすがキャプテン。しかもなんか、何これ、コインケースかっこいいんですけど。すげー、コインケースかっこいい、何これ、うん、めっちゃかっこいい、うん、いやいや、任せてくださいよ、もうここは入らないぞ。入れるのにてこずってるバナさんが、はい、ちゃんと入りますよ。はい、ぐるぐる回しまして、出た。何が出るでしょう。はい、ですね、うん、あ、またしてもシークレットですね。あ、ほんと？すごいね。シークレットの、なんかね、多いね、今回 ね。シークレット送りますんで、楽しみに待っててください。はい、シール送ります。はい、今週の視聴者プレゼントは、ビデオダビングの A ビックから A ビック商品券1000円分を3名様にお送りします。プレゼント希望の方は、avic@fmgino1.com avic@fmgino1.com にお名前、住所、プレゼント希望と書いて送ってください。そして次週のテーマなんですけども、はい、発表しましょうか。はい、とりあえずフリーで、フリーにします。うん、フリーにします。自由にね、はい、でいきましょう。はい、ナチュミンさんからご指摘ありましたね。何でしょうか。油差しなよ、ガチャガチャ重そうだよってああそっかそっか、油で変わる、グリスとか。俺の油を刺しましょうか。こら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 、コカ・コーラ。それを待ってたんですけど、ちょっと遅いですねほら、太鼓さんも出遅れてしまったひとみんのがいいかな。ん、ひとみんのおつゆがいいかな。こら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 、コカ・コーラ。分かってくれたね。それを待ってたんです、それを待ってたんですよ。寒い、なちみんさんが寒いって。あ、やってしまった。寒いってやってしまった。いや、俺が寒いんかもしれないね。やろ、ヤッホーって、はい、ひとみんが言ったらヤッホーって、ありがとう。俺がやったら寒いって、はい、この際よね。だからね、5月26、27来てくださいね。あ、お芝居がね、はい、やりますので、はい、やるの。やりますよ告知してよ、ちゃんと、うん、はい、時間ある？もうそろそろないよ。あと10秒。あの、くもじねる電波で受け基調で、私、おしゃれなラジオ DJ やります。はい、ぜひ見に来てください。わかりました。はい、うん。皆さん行きましょう。はい。お送りしたのは、バナと、サミと、キャプテンとサンチェスでした。また来週お会いしましょう。バイセン。いや、ちょっと余ったかな。大丈夫です。3秒ぐらい。あ、兄さん、ヤッホーって。兄さん、どういうこと。はい、いやー、よかった。はい、ありがとうございます。ありがとう、はい、なんか、なちみさんのコメント可愛いな機長さんが、機
長さんいる、あ、いる。機長さん嬉しそうだな。このコインケースかめっちゃかっこいいんだけど。コインホームって前のあの職場の教えてもらって、はい、うん、かっこいい。これ赤坂に売ってるんですか？どこに売ってるんですかこれ？なんで赤坂？なんとなくかっこいいな。これちょっとおすすめっすよ、うん、使いやすい。でもお釣りが出ないように買い物しないとこれ以上はまらないってことですよね。でもいいなこれ。財布持たない時には一番いいです。まあいいっすねこれ。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。なちみさんまたね。サロニーさんまた。たやこさん、れいにさんありがとうございました。なんかこうやって見たらスピーカーみたい。スピーカーみたい、うん、スケベだなおい。スケベだなおい。ラジオ聞きたい。